イスラム教シーア派組織ヒズボラがイスラエル北部にこれまでで最大規模のロケット弾100発以上を発射し、少なくとも12人が怪我をしました。イスラエル軍は8日北部のハイファにヒズボラからのロケット弾攻撃があったと発表しました。2回にわたる攻撃で合わせて100発以上のロケット弾が飛来し、ヒズボラによるこの地域への攻撃としてはこれまでで最大規模だということです。現地メディアによりますと、この攻撃で少なくとも12人が怪我をしました。ヒズボラは野蛮な侵害に対する対応だと声明を出しています。一連の攻撃に対しイスラエル軍はロケット弾の発射拠点だった学校を空爆したことを明らかにしました。